はい、吉谷さん、おはようございます。速稼塾の久保です。学び直しね、振り返ってみると、そうですよね、私アフィリエイトとかインターネットで稼ぐ方法なんて、それは学校で教わらなかったですよ。で、会社に入りましたけど、会社でもインターネットの命もやりませんでした。で、40過ぎてやっとインターネットってものを意識して、それをビジネスに使う方法っていうのを考えたんですけども、そんなんね、教えてくれる人なんていなかったじゃんみたいな話じゃないですか。だったら、まあ自分で学習するしかないかなと思って、教えてくれそうな塾を探していたら、教材を探していったら、まさに情報商材を探していたら、ネオヒルズ塾みたいなのがあってね、それは入りますよね。で、ネオヒルズ塾に関しましては、インチキだとか怪しいとか情報商材とか言われましたけども、はっきり言ってちゃんと使えばこんなに物になるものはないなと思いました。だからね、物にならなかった人とか、はっきり言って生半可にやってた人が金にならずに詐欺られたとかね、インチキだとか言ってるだけで、なんですかね、東大合格塾に行って、それで東大合格しなかった人がね、東大合格塾が詐欺ですとか言ってるようなもんなんですよ。で、上場企業に入れば老後安泰って思ってて、入って言われたことだけやっていて、まあね、少々自分の考えでやることがあっても、まあ結局他人任せの人生を送ってて、結果が思わしくなかったらまた誰かのせいにして、他人任せの人生であったことを、まあ、恥ずかしげもなくね、喧伝するっていう形になるのかなと思います。あの、やっぱりね、自分の人生って誰も変わってくれないですし、自分の人生は誰かに変わってもらうもんでもないんですよね。泣いても笑っても全部自分のリアルな人生だと思うんですよ。で、あれが欲しい、これが欲しい、これが嫌だ、あれが嫌だ、いろいろあるでしょうね、希望は。それはでもね、全部が叶うわけじゃないかもしれませんけども、叶わなかったのも自分の力量、叶ったのも自分の力量、ごまかすことはできないと思うんですよ。で、投資の勉強なんてしたことないでしょ、自分でするんですよ。そもそもね、学校って先生が教えますけども、先生はこれ言ったらね、ちょっと申し訳ないんですけども、企業戦士としての経験ないでしょ、みんな、ね、学校組織も一つの企業って捉えるみたいな、方便もありますけども、どうなんですかね、予算未達成で給料減ったりとか、リストラにあったことあるんですかね。多分ないと思いますよ。下克上があったりとかね、ないんじゃないですかね。取引先の理不尽な嫌がらせ、ないんじゃないですかね。いつもいつも職に就いた時から先生って呼ばれるんじゃないですかね。でも企業選手はずっと下っ端意識ですよ。だって常に上司がいるし、先生って呼ばれることないですから。だから、こういったらあれですけどもね、先生と呼ばれて浮かれる瞬間ってのはないんですよ。先生と呼ぶ人ばかりです、周りは。で、いろいろと今ね、申し上げましたけども、結局は自分の身を裸にさらして、いつも一から学ぶ、いつも今日から学ぶ、新しく学び直す、時代は変わった、こういうことを意識しないといけないかなと思いますよね。いつまでもね、そんなん学校で教わらなかったよって、30過ぎた人間の言うことですかね、40過ぎて言うことですかね、50過ぎて言うことですかね。じゃあ自分はどんな人生を歩んできて今のこの生活に陥ってしまったのか。これは人をね、決してバカにするわけじゃないんですけども、真摯にそこを捉えて、じゃあどうするってことを始めていかないといけないと思うんですよ。で、そのために今情報が溢れ返ってるじゃないですか。で、情報が多すぎてどれが本当かわからないっていう意見もあるでしょう。はっきり言って、たくさんある情報の中から自分に合う情報を見つけるセンスも養わなかったんですよ。そうなったら、いくつかぶつかってみて、ダメージ食らうかもしれないけども、いろんなものをね、ノウハウコレクター食ってみるしかないですよね。食って食当たりも起こすかもしれませんけども、その中で掴んでいくしかないんじゃないですかね。で、掴む前にもう食中毒で死亡ってこともあるんですよ。もうそれは覚悟しかないですね。誰も保証してくれません。誰も何にも保証してくれません。自分自身で自分の人生を保証してあげるしかないんですよ。もうそこにね、泣き言を言っても自分の人生に泣いてるだけなんですよ。誰も見向きもしてくれませんし、かわいそうな人に手を差し伸べてくれると思ったら、これはね、大間違いなんですよね。かわいそうな人はかわいそうなまま、あ、気の毒ねっていう人はいるけども、その人は構わずに自分のやることをやるだけなんですよ。だからね、自分のかわいそうさをいくらアピールしても何にも起きないんですよね。それこそ人の善意に頼りたいところはあると思いますけども、人の善意を当てにするもんでもないと思うんですね。たまにですよ、
世のため人のために何かをしたいっていうふうに瞬間的に思ってくれる人がいても、その人にずっと依存することはできないんですよね。きっと多分その人は離れていくと思うんですよ。依存するほどの余裕はみんなないんですよね。だから結局自分の足を前に進めていくしかないかなと思います。これはね、私が私に言い聞かせていることであって、誰かにそうしろっていうことではないですよ。考え方や生き方は自由ですから、私と違う考え方や生き方の人を否定するつもりはありません。それがベストだと思えばそれでもいいと思いますし、必ずしもベストを選ばないといけないってこともないですからね。ただ私は自分の人生を最適化最大化するため、それだけのために生きていこうかなと思いますよね。そんなところですかね。学び直し必要じゃないですかね。どんな道も自分で作るんですよ、やっぱり。それ以外にはちょっとないですよね。誰かに自分の人生デザインしてもらうんですかね。そんなことはないと思います。1円たりとも誰かに恵んでもらうことは私はないと思います。ただありがたくいただくということはあると思いますけどね。なんですかね、違う考えもあると思いますけども、私はこれからも、自分の裁きは自分で受け入れていかないといけないかなと思うだけでございます。いってらっしゃい。